西野七瀬です。カズミンは一言で言うと気を使う人。私にもいつも大丈夫大丈夫って言ってくれる。最初はファーストシングルキャンペーンのティッシュ配りで、私が泣いている時だった。大丈夫よ、大丈夫。それからいつも私が困っている時、大丈夫大丈夫って声をかけてくれて、今はカズミンのおかげで大丈夫という言葉が大好きになった。だから私もカズミンが困っている時は大丈夫って言ってあげる。でも時々悪くないのに謝ったり、前に出ることがあると遠慮して謝ったり、周りに気を使いすぎていてちょっと心配になることがある。お家にいる時だけ唯一心休まる時だって聞いたこともある。いつも笑っているけど裏で泣いたりしているのも知ってる。無理してるわけじゃないと思うけど、人に気を使いすぎるよりももっと自分のことに気を使ってもいいのになって時々思う。カズミンは本当に人に気を使うし、優しいし、みんなから愛されるメンバー。高山カズミさん、あなたに会えてよかった。これは泣いちゃうね。なんかチーンとくるね。なんかこんな一人を指して出会ってくれてありがとうって言われるのってすごい心にくるよね。そうだね、うん、この映像を見ている間のカズミンの様子があるらしいので、それを見てもらいましょう。私が泣いている時だった。大丈夫よ、大丈夫。それからいつも私が困っている時、大丈夫大丈夫って声をかけてくれて、今はカズミンのおかげで大丈夫という言葉が大好きになった。だから私もカズミンが困っている時は大丈夫って言ってあげる。でも時々なんか笑顔なのに、涙が出てきてるっていうのがまた、なんか綺麗だよね。綺麗。確かに。でもさっきの V の中でカズミンが泣いている映像ってなかったよね。あんまりその確かにすごいうずくまってたりとかさ、その静かなところで一人でっていう聞いたこともある。いつも笑っているけど裏で泣いたりしているのも知ってる。無理してるわけじゃないと思うけど、人に気を使いすぎるよりももっと自分のことに気を使ってもいいのになって時々思う。カズミンは本当に人に気を使うし、優しいし、みんなから愛されるメンバー。高山カズミさん、あなたに会えてよかった。ありがとうだって。いやー、カズミン、本
当に泣いてるけど、あ、このままオーバーチュア流れ始めちゃってるっていう。ねえ、それでも泣き止まないのがすごいね。周りのメンバーもね、みんなすごい笑顔で、なんかカズミンの周りにいるとさ、うん、なんていうかすごい幸せになるよね。ねえ、うん、まだ泣いてるよ。頑張れ頑張れ。なんか私もねさ、こう今映像見ててちょっとなんか来ちゃったもん、うん、いいね、もう泣き止んだかな。大丈夫かな。大丈夫かな。あ、まだうるうるしてる。本当だ。これもうこのまま多分うるうるしたまま出たんだよねきっとね。でこれ太陽ノックのスタンバイめちゃめちゃダッシュでやらなかった。やったね。ね、太陽ノックがまた明るい曲だからさ、だいたいさ、あのドキュメンタリーがその日出た人は目が潤んでるっていう、うん、そうね、さっきの前もアンマッチな感じが。でもまあライブならではだね。頑張ろうかずみ。ああ、まだ涙が拭ってるよ。ねえ、周りのメンバーがそしてすごい笑顔なんだね。え、あ、いってらっしゃい。